お久しぶりです。お久しぶりです。今回はですね、なんと今年初の、旅行ということで、そうね、まあ、ロックダウンの関係で全然旅行、ね、行ける状況じゃなかったんですけど、8ヶ月ぶりにスイスの建国記念日8月1日にちょっとですね、車で遠出をして、ここはスイスアルプスのど真ん中に来ております。インタラーケン近くだね。裏側だね。今昼下がりなんですけど、ちょっと雲行きが、ここから怪しくなるんじゃないかということで、早めにですね、頂上を目指して、進んでいきたいと思います。頑張るぞ。こんな感じ、こんな感じ、これなのかなこの裏にインタラーケンから見えるブリエンツ湖かなんか湖が見える予定やね。行きましょうアウクスマットホルン、あ、これが、ね、目指すとこです。じゃあ目指しましょう。通れるかなよし、行きましょうここからの景色はね、いわゆるザ・スイスっていう感じの景色なんですけど、まあ、まだまだ先は長いと思うんで、これはね、ジュネーブに住んでるんですけど、ね、スイスってね、なんかこういうアルプスってイメージばっかりあると思うんですけど、僕らが住んでるジュネーブって本当都会で、自然がね、日本よりあるとはいえ、なかなかこういうね、高い山を登ったりね、することはなかなかないんで、まあ、久しぶりの、もうさっきも言いましたけど、8ヶ月ぶりのね、あの遠出っていうことで、道は険しいですけど、楽しんでます。涼しいのかな、ここは。わあ、いっぱいいる。ハロー。いっぱいいる。全然怖がらへんね。牛のね、蜜がすごいんですけど。ここを通り過ぎて。まだまだ先を目指します。行ってきます。また後でね。あ、でもなんかちょっと心配なのが、向こうのね、裏山でね、ゴロゴロ行ってて。ね、雨降るかな。うん、いや、だいぶ上の方まで来たんですけど、ちょっとあのぐらい怪しい雨雲が近づいてきてるんで、ちょっとね、雨が降ってきたらね、その時点で試合終了かなっていうふうに思ったりもしてます。綺麗だよ。でもね、楽しいですね。昼までは急勾配で岩の階段を上がるみたいな感じだったけど、なんか平らな道というかね、これぐらいいけるね、まだまだ。なんか海もいいんですけど、やっぱ山もいいなって感じで、よいしょ、うやっぱ登ってると、ね、やっぱ一歩踏み出さないと上には行けないんで、まあ、人生のいい教訓になりますね、これは。やっぱ山登りっていうのは、あ、もう雨降ってきたね、もう限界か。もうカメラ壊れちゃうんで、ね、雨に打たれて一回これ、ね、マイクロフォンがね、壊れたことがあるんで、もう限界ですかね。もうちょっとなんですけどね、尾根がね。あらららら。というわけで、録画もこの辺で切り上げたいと思います。頑張るぞ。はい、駐車場も見えない。うまいな。先に雨がバーッと降ってきてね、雨がっぱかけて何度かここまで来たんですけど、もうすぐ頑張ろう。見えるかな。うん、ブリエンツ。うわー、すごい。ほほほ、マジで
気をつけて。青へいイエイ。これはさすがにこの青はすごいわ。やりました。ほんとよくついたよ。うわ、まあ一回カメラ持ってきてよかったなと思う。やってるやってる。これね、ブリエンツ湖なんですけど、向こうにもね、もう一つトゥーン湖っていうね、インタラゲンっていうね、名前の由来がね、もちろんあの二つの湖の間にっていうね、二つの湖の間かっていう意味があるんですけど、インターレイクね、うん、じゃあこの尾根をねひたすら行ってもっと素晴らしい景色を探していきたいと思います。まあとにかくここまで来れたからだけでもよかった。よかった。雨が降ったけど、これが見たかったね。見れてよかった。これだ、やば笑えてくるね、この景色。あといたか？タッチングザフラッグ。よし。本当に建国記念日にふさわしい登山ができましたね。見てこの景色、後ろあれも多分ユングフラウかアイガーでしょ？あの氷河があるとこ。やば。すごいよ。スイスアルプス。なんかね、雨降ってね、そそくさと下山してる人が多かった。なんかうちら頑張ってよかったね。誰もいない誰にも会わなかった。改めてね、ちょっと飛行機に乗ってね、旅行とかできないんですけど、日本もね、まあ、国内旅行がやっぱ盛んになっているっていうのも聞いたりしたんで、スイスに住んでるうちらもね、自分たちの住んでる国を見直すきっかけにもなったと思うし、うん、地元でもいいしね、別に県を越えなくても、はい、本当にこれで良かったです今日は。うん、何ですか、コロナの関係でいつもあったらね、スイス中で8月1日確か夜中9時か8時、9時ぐらいだったんですかね。大きなね、その週ごとに、例えば湖があったら湖の周りでね、花火があったりするんですけど、今日もあるんじゃないかというふうに思います。その規模っていうのは、まあ例年とはちょっと違うかもしれないですけど、この後下山して、あとね、美味しいもの食べてね、夜、もし花火見れたらもう最高やね。うん。ザ・スイス。ちょっとインターラケンもね、もしかしたらね、散策できたら、うん、この湖のね、端、先にあるんですけど、そうですね、フメトのところに あとインターラケンとね、僕の生まれた大津市はね、姉妹都市になってまして、詳しくはボリューム何番でしょうかなり昔のね、ブログに残ってると思うんで、そちらの方もチェックしてみてくださいあそこにある見えるよ、スタート地点。お、どこだ、あれだ、これ駐車してあります。ここずっと帰ります。 See you soon。 運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。少し笑ってる。カク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 。明日の朝は怖いはい、それでこれが僕らが泊まる宿です。今晩のよいしょ。お疲れ様でした。改めて。いや、このまま寝たい。
カメラ置けるやん。楽しかったです。そうだね。それでですね、今回のブログはここで、終わりにしたいと思います。で今がですね、ちょうど、8時なんで9時から、もしかしたら、花火がね、例年通り、やることを期待しつつ、いつもだったらジュネーブの花火とか見てるけど、今年何も見てないもんね、中止になっちゃったし。明日ね、半日残ってるんで、インタラケンの街ちょっとだけ散策して、ジュネーブの方に帰りたいと思います。またじゃあ次回のブログでお会いしましょう。Here we come. 最後ですね、一つだけ紹介したいのがあるんで、これをエンディングに挟んでみました。ここですね、有効の庭っていうね、パネル見えると思うんですけど、僕の生まれた大津市とインターラーケンが姉妹都市ですね。この山田さん、山田豊三郎さん、僕高校の時ドイツに交換留学してたことがあって、実際この山田市長もね、その当時市長がなさってて、お会いしたことあるんですけど、まあ、彼がこのインターラーケンと友好関係を築いて、こういった日本庭園とかね、を作ったみたいです。ここは本当インターラーケンの中心地で、まあ、2年ぶりぐらいに来たんですかね。昔ブログでも紹介したんですけど、まだ改めてお宮参りじゃないですけどね、お世話になってます、ご先祖様ね。何回来てんやっていう話なんですけど、僕もこれ実際多分4回目ぐらいなんですけど、これね、錦鯉もいますね。あ、ここにもいる、ここにもいる。というわけで、今からですね、ジュネーブに帰って、仕事を再開したいと思います。また訪れたい街ですね、ヒンターラークは、ね、今グリーンデルワルドもね、すぐ有名なユングフラウの街もすぐ裏側にあるんで、そこも今度もしできたら車で行ってみたいかなと思います、うん。いや、それでは今度こそここで終わりたいと思います。また次回のブログでお会いしましょう。チャオ。I miss those days